皆様アロハ。ファイナバークスがお届けするカウアイストーリー。今日はループロードと呼ばれる渓流に行きます。以前はこの橋はなくて水の流れを車で移動していましたが、2017年にこのような橋が完成しました。ローカルの人たちにも人気の場所で、夏は水遊びに最高な流れです。ちょっと珍しいこの木はレインボーユーカリ、アートな色合いです。この辺り一帯に生えていて、なかなかの存在感。夏は子どもたちが水遊びをする浅瀬ですが、今日は水が冷たい様子。ローカルの何人か以外、水に入っていませんでした。それでもお天気も良くて、ここでピクニックをするのは最高です。ループロードと地元の人に呼ばれているこの場所ですが、正確にはケアフア樹木園という名前です。場所はワイルアのヒンドゥー寺院のさらに先に進んだところで、いくつかのトレイルの拠点にもなっています。大雨が降るとクローズになりますが、未舗装の道を進んでいくとワイアレアレ山までワイルア川の源泉ブルーホールにつながります。水は澄んでいてとても綺麗。少しだけ入っていたローカルの人たちが冷たいと言っていました。ビーチもいいけど、たまには川遊びもいいですね。マイナスイオンをたっぷり浴びた後は、岐阜へのケーキ屋さんへ。バレンタインが近いということで、お客さんでにぎわっています。このお店は、日本のケーキに近い美味しいケーキがたくさんあります。マカロンやペーストリーもあって、どれにしようか迷ってしまいます。バレンタインスペシャルということで、いちごのクリームパフにしてみました。お店はパティスリーオルリーさん。今日も動画を見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アロハ。